疲れ様です。お疲れです。一人お日記その28でございます。あ、もうそんなになんの？うん、もう28。はい、今日の出演者は一撃屋から伊達隆と。はい、どうも。はい。あ、そこは自分で言うんだね。ちょっとなんか本人に言ってほしいなと。あ、なんで俺はじゃあ言って。いや、もう劇団やからいいかなと思って。演劇組織奇妙さんから山本和樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2回目ですですね。2回目です。はい、よろしくお願いします。なんかちょっと2人かっこ似てるなって撮る前にちょっと笑っちゃったんですけど、色合いがね、色合いの雰囲気がね、今気づいた、たまたまですね。そうですね。そうですね。なんかここだけで言うと、うん、和樹さんのに、うん、チャラさを足した感じ、うん、チャラいね。で僕のここにチャラさを足した感じがこっち。頭ね。そんななんかチャラさな感じなのかな、分からんけど。チャラさなのかこれは。やっぱり、まあ、髪色にはこだわりがあるんですか。いや、明るい方がいいかなっていう。なんか明るい方が社交的になれるみたいな。あ、そうなんですか。気分として髪型でも変わったりしますよ ね。真っ黒にするとね、ちょっと人見知り度合いが上がっちゃうみたいな。そうなんですね。なんかあるみたいですよ。そうそうそう。あ、でも、あ、そうか。でも黒と金やったら全然多分印象変わりますよね。うん、そうなんですよ。もう黒にしたらめちゃくちゃオタクになっちゃうんで。そうか。そうなん。皆さんよかったら試してみてください。そうです。だから髪明るくしたら社交的になれると思うんで。金髪やのにこんなになんか怖く、なんか第一印象が金髪でこんなに怖くない人って珍しいなと思って、うん、はあ、はあ、なんかねちょっと金髪だとちょっとなんか怖いなっていう印象あるもんね。やっぱちょっとあるんですけど。確かにね。でもね、全然なんか、あ、絶対いい人やいい人やなって思う。なんか初対面からも分かるんですよね。うん、何やろうね、何がそうさせるやろ。柔らかい。そんな山本和樹さんから、はいはい、ちょっとね、今日発表したいことがありまして。そうなんですよ。お、何ですか。なんかついになんかもうなんかふわっと OK が出たんで、あ、ちょっと発表ここでさせていただこうかなと。はい、あの、え、なんて言うんだろう、あの、何でしょうね、中ボス。はい、一人鬼の劇中に出てくる。はい、なんかそれぞれね、世代ごとの、はいはい、戦う相手がいるんですけど。そうです、そうです。そのうちの一人になりまして、はい、なんて、あの、僕初悪役みたいな。ねえ、初なんですか。初なんですよ、ね、初なんですよ。へえ、うん、そりゃいい人ですもんね。そうなんで、なんかいい人が芝居にも出ちゃうからあんまり悪役やったことないんですけど。いやー、ほんとにちょっとね、挑戦なんですよね。でも今めっちゃなんか楽しそうに、うん、いや、まあ、ね、そう、楽しいっす。ハマってるなね。すごいいいキャラ、すごいよ。なんでちょっと、まあ、僕を知ってる人もね、ちょっと僕の新たな一面が見れるんじゃないですか。ですよね、これは、うん、本当に初悪役だと。だから知らない、だから大阪公演なんかもう、 あの人すげえなんか変な人だなってなるかもしれないですけど、全然それでいい。それでいい。全然それでいい。それでいいんや。そうそうそう。だから初演でいう川原さんのポジションなんで、あとまた別の、なんていうんやろ、川原さんとは違うベクトルの、そうなんですかね、というか動きが。やっぱりね、その昨日、川原さんがそのことを話してくださってたんですけど、はい、そうそうそう、あの、やっぱり竹村さんはその人に合わせて、なんやろ、その動きをつけはるなっていうのを感じたって言ってました。あ、うん、あ、じゃあ僕のイメージに合わせた盾をつけてくれてるってことなんですかね。ってことなのかなと思います。その人がよく見える風につけてはるってことなんですか。そうそう、前 これね、出た時に竹村さんに、うん、僕の印象ワニって言われて。そうそうそう。あ、でも分かります。分かるんだ。はい、あ、そうなんや。分かります、分かるんだ。ワニってなったけど、はい、ワニの、うん、ワニっていうか、ワニの、うん、なんかデフォルメしたキャラクターみたいな。キャラクターみたいなね。可愛いね。デフォルメみたいな。あ、その、なんか狡猾さとかじゃなくて、ワニって感じじゃなくて、うん、ワニって感じ。はははそんなワニはしてない。いや、でもなんかちょっと悪役とワニでね、あの、今の仮面ライダーの、あの、敵でね、ちょっとそういうやつがいるんで、最近仲間になったんですけど。あ、そうなんや。なるほど。最近の全然知らん。そうなんや。今ちょっと嬉しい気持ちが、今、あ、よし。だからその10代ターンの中ボスやるってことは、うん、柏木さんとやっぱり、そうですよ、関係があるわけですよね。そうですね。そうですよ。いや、そこをね、まあ、初演見た方は もちろんですし、まあね、はい、見てない方もどんな風に絡むのか ね、そうですね、楽しみにしていただいたら、初演とは全然違う絡み方と
か、あ、そうなんですね、そうですね、結構変わってますよ、だいぶ変わってますね、本当に。そうです、じゃあもう新たな一人鬼ですね。そうですよ、もう全然違いますよ、奇妙な一人鬼です。あ、おっと、奇妙な一人鬼、ね、それよく使われてそういう風によく使われるんですよね、客演するとね、ベタやでいいのって使いやすいですからね、名前使いやすい、うん、そうそうそう、そんなお二人にもちょっと質問をね、答えていただきたいです。そんな先ほど話した、はい、川原さんからの質問です。好きなサンリオキャラクターは何ですか。あれ、好きなサンリオキャラクター、時止まったいやいやいや、好きなサンリオ、誰が気になるのそうそう、誰が得すんの、そんな、やめよう、何でもいいってね、毎回この質問言うけど川原さん、ちょっとサンリオのキャラクター選挙投票みたいな、ね、あんまりにもちょっと事故が出すぎや、うん、それは。え、川原さんサンリオキャラ好きなんすか。知らないです、僕も。なんか最近ツイッターで、はい、なんかサンリオキャラクターのなんか総選挙かなんか知らないですけど、それになんか一人だけ盛り上がってて、一人だけなんだ一人だけですよ、先輩やでだってそう、川原さんはちなみにケロケロケロッピーを押してます。あー、なるほどね。いや、僕もケロッピーです、僕も。あれ、適当にこと出るんじゃなくて、いや、適当っていうか、え、だってさ、サンリオキャラクターってなんかあれやん、うん、女子系ばっかりやんな、基本。まあ、うん、そう、だから俺もね、だからケロッピーなんですよね。ええ、いや、まあそんな選ぶ、そうなんですよね、選択肢がさ、少ないですよね、少ないんで。え、あれは、バツマルは、バツマル、バツマルってな、何、あの、黒いやつね。そうです、そうです、バツとバツマルね。そうそうそう、そうです、そうです。あれか、なんや、ウサギじゃないか、ウサギじゃないよ、なんか何あれ、ペンギンみたいな、ペンギンなの、ペンギンっぽいよね。あ、わかったわかった、あ、わかったわかった、そう、あれね、あれもなんか男の子で、え、あれもでも、もうなんか仲間やろ、ケロッピ、何仲間、いや、まあみんな仲間だけどね仲間って、まあケロッピや、ケロッピ、ちょっと待って、雑、なんか、幼稚園とかでなんかコップとか使ってた覚えがある。使いましたね、ケロッピ。男の子はみんなやっぱそうなのかな。そう、男はやっぱみんなケロッピですよ。僕もなんかお箸のね、箸箱とか、ナプキンとか、まあ、給食セットね、だいたいなんかケロッピとか、デジモンとかそんなでしょ。はいはい、デジモン、ドラゴンボールとかね、その辺やな。河原さん、いかがでしょうか。満足ですか川原さん見てくれてる、川原さんも満足してるやろ、だって2人とも好み一緒やねんから。そうでも川原さん以外は誰も喜んでないよ。やめよ、先輩やねん、いやで先輩やねん、川原さん、やめよそうでね、そう、そのサンリオキャラクターもいいんですが、はいはい、次の質問もちょっと何か考えていただきたいなと思ってます。次の質問なんかないかな。そうやな、やっぱお客様がこうね、うん、気になるようなことというか、楽しいことがいいですよね。はいはいはい、何やろな、何やろね、何かあります。そうっすね、なんか、まあ、多分この演者の、はい、ちょっとしたプチ情報みたいなのが多分いいと思うんで、なんか、なんすかね、あ、じゃあ、差し入れしてもらったら嬉しいものですか。これはすごいな。次誰で選ぼうかな。これはすごいな。これどうですか。これはちょっと、え、でもある意味、あ、じゃあちょっと待って、あ、じゃあなんかしてもらったら嬉しいっていうと、なんか今からのためにお願いしてるみたいな感じになっちゃうから、そうなんか今までしてもらった差し入れの中で嬉しかったもの、はいどうですか。いいかも。それいや、これもしかしたらね、それ答えてもらった人が、うん、あのこう見てる人が、え、それもしかして私のやつってなるかもしれない。それ嬉しいね、あ、盛り上がりそう、はい、そう、あー、なるほどね。それにしましょう、それにしましょう。今までで差し入れしてもらった中で一番嬉しかったもの、うん、いい質問ですね。それだ、うわ、気になるな、それだ。じゃあ明日誰になるかちょっと気になるところですね。だからやっぱりなんかものすごい差し入れをされたであろう人を、ちょっと、確かにそれはね、なんかそんな本もらったのっていうのが、なんかちょっと聞きたいよね。あったらね、わあ、ちょっと事前調査したいわもうなんか昔僕の知り合いで、はい、デジカメ差し入れしてもらってきていました。デジカメ、マジですか。デジカメとメモリーカード、まあそのなんか周辺機器一式、はいはい、プラスホールケーキとか、え、すごい。そう、なんかすげえ誕生日、いや、その
子がなんかツイッターで言ってたのを全部買ってきたみたいな。すごいお客さんが。すごいな。ちょっと怖いわと思って。すごいな。そうですね。すごい、でもそういうのがあるかもしれない。誰かいそうやな、でもほんまに。いや、いるかもしれないです。ね、すごい人いそう。まあ、ね、選びますよ、私の。選んでください。ね。うん。反応しちゃった。はいはい。じゃあそれでは明日は昼稽古なので、そうですね、頑張りたいですね。時代ターンもやる言ってたので、はい、鈴木さんも頑張りましょう。頑張ります。はい、私も頑張ろう。頑張ろう。すごい顔やな。あ、どうした？ん？もう終わる？どうしたの？いや、今日これだけちょっと言わせて。いいよ。今日最後、最終戦は今日ですね。はい。立て付けがあったじゃないですか。そうです。めっちゃいい。男たちが。めっちゃいい。本当ですか？めっちゃやばいです。超かっこいい。あの、まあ今日はまだその着いたばっかりやから、みんな正直その本意、演技的にも本意気でもやってないけど、うん、もう本番の光景が想像できちゃった時に、うん、もうめっちゃズワズワってなって、うん、めっちゃ感動しますね。あれはやばいっす。そこに入ってんの、お楽しみに。楽しみに。そこに入ってんのが嬉しいな。頑張ろう、ほんまに。頑張って。頑張る。ありがとう。いい役、うん、ありがとう。頑張ります。よし、はい、ありがとう、ありがとう、それ言ってくれてありがとう、そう、ありがとう、大事なことを忘れていたよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは明日も頑張りましょうね。はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。それでは今日はこの辺でお疲れ様でした。バイバーイ。バイバイ、おやすみなさい。